今回はこの場をお借りして重大なご報告をさせていただきたいと思います。2021年11月をもってファルカオ TV を終了とさせていただきます。2020年4月にスタートさせたファルカオ TV、 約1年半の間、視聴者の皆様の温かな支えがありここまでやってくることができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。このパルカオ TV が終了となる経緯をご説明させていただきます。パルカオ TV は、パルカオフットボールクラブとは組織的な関係性はなく、私大久保翼の独自のメディアであることを明確にする意味合いを込めて、11月をもちましてこのチャンネルを終了とさせていただきます。今までパルカオ TV を応援していただきありがとうございました。ありがとうございました。いや、まあ1年半こうやってきて、ね、やっとチャンネル登録者数も2000人いって、毎回たくさんのコメントとか、いいねとか、本当ありがたいですよね。グラウンドでね、ファルカオ TV 見てますっていう、応援してくれる子とか、コーチとか、審判の方とか、いろいろ励ましの言葉をいただいて、本当にありがとうございました。ありがたいです。2000人行くと思ってなかったですよね。てかここまで続くと思ってない、あの時は結構始めた時は結構ガンガン行ってたけど、はい、なかなか続けるのって体力的にも、はい、時間的にも結構大変な部分もあるし、こんな続くとは思ってなかった。よく YouTuber の人とかがコメントに励まされてますっていうのが嘘じゃないんだなって思いました。まあ、そうだよね。うちのチャンネルは割とポジティブなコメントが多いじゃないですか。そうね。誹謗中傷とか一切来ないですし、それありがたいですよね。ありがたいね、本当に。それを続けてこれたっていうのが嬉しいですね。今後の、チャンネルの方針を発表したいと思います。はい。やるよ、まだ。え？やるよ、まだ。いや、やめないですか？やめないでしょ。え、やめないですよ。やるよ。やりますよ。やりますとも。え？もう一個チャンネル立ち上げる。チャンネル名を変更して。めっちゃやめると思って。やめないよ。全然やりましょう。いや、なんか SNS で、つい何週間、2週間ぐらい前かな、はい、チャンネル、新たなチャンネル名をこう募集したいの。お募集して、本当に 6人の方かな、あら、ご考案いただいて、はい、その中からチャンネル名を。あ、もう決まってるんですね。決めました。独自に決めさせていただいて、すいません、勝手に。大久保さん、独自のメディアですから。そう、なんか面白い名前でもいいんかなと思ったけど、でもやっぱり今回こうこのチャンネルのビジョンっていうか、やっぱこのチャンネルの中の動画を見てもらって、はい、サッカーを通じてこう笑顔になってもらうとか、楽しんでもらうとか、そういった意味合いがやっぱ強いじゃない、このチャンネルって。そうですね。僕らってすごいこういうそういう話してるじゃない。はい。そういうビジョンに合致したチャンネル名をつけました。めっちゃ気になる。めっちゃ気になる。発表してください。そのチャンネル名とはスマイルフットボールチャンネルです。意外。ええスマイルみたいなもんだし、今小学生がつけてくれたのかな。そう、女子高生のサッカーやってる女子高生の、はい、現役の女子高生の方が考案してもらって、応募してくれたん、応募っていうか、まあ考案してくれたんだけど、最初は結構ありきたりな、こういうこと言わなくていいのかな、あんまり。でも意外とシンプルで、なおかつ分かりやすくて、確かに我々が目指してる、そう、笑顔って言った意味では、まあいいかな、いいのかな、そうです。副キャプテン翼じゃないですか。副キャプテン翼。パンチ弱いでしょ。倒せない、それじゃ。
軟活の UFO も聞いたかと思ってたんですけど、モロパクリやん。スマイルフットボール、スマイルフットボールチャンネル、スマ、スマちゃん、スマちゃん、スマちゃんで、なれないね、スマちゃん、なれないけど、ハイカオ TV から、なれないけど、言ってればなれるから、そのうち、そうですね、こんなもんだよ。まあ、スマイルフットボールチャンネルとして新たなスタートを切ってですね、まあ、今までみたいなハウツー動画も撮りながらも、なんかもう少しジャンルを少し広げて、サッカーを楽しむとか、笑顔でこう動画を見れるような、そういった配信していきたいなと思いますので、今後ともぜひ、このチャンネルを、スマイルフットボールチャンネルを、よろしくお願いします。本日スマイルフットボールチャンネルに行くの？それで行くよ。え、他何か来てたんだ。スマイルです。スマイルスマイルフットボールチャンネルのスマイルです。翼改めスマイル、翼改めスマイル、改名いたします。一番重大な報告でしたね。一緒。いいじゃん、まあ、確かに、うん、いや確かに楽しく、まあ、なんかあるじゃん、そういうの、こう新規一点みたいな。はい、まあ、いい機会ですね。そうよ。なるほど。続けるんですね。続けますよ。まだまだいきます。まだ道長ですよ。まあ、そうっすね。目標はチャンネル登録1万人。行きたいですね。とりあえず。ちょっと動画のクオリティ上げないとね。そうですね。頻度ね。動画の頻度も上げないと、ね。はい。いろいろ頑張っていきましょう。また新たにね。編集が大変かと思います。時間作りますか。編集の時間がなくなったと思ってたんですけど。編集にかかってる。なるほど。何やめようとしてるの。一番重大なお知らせですが、今日。一番びっくりしてんじゃん。一番重大なお知らせ、ここでぶっ込んできたの。だから俺、スーツで来てって言ったやん。はい。なんでと思ってしょ。なんでスーツで。あのお知ら終了のお知らせをなんかやるのかなと思って。言ったもんね、ちょっと黒い黒に白で、もう終わりにしようって LINE で。はい、するかい。もうプチドッキ。そうっすね、プチじゃないっすね。でもよかったです。頑張っていきましょう。引き続きよろしくお願いします。お願いします。スマイルフットボールチャンネルでは実践で使えるテクニックや情報などを配信しておりますので、参考になった方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。これからもよろしくお願いいたします。バイスマイル、バイスマイルです。